おおこれがシャルルマーニュ十二勇士…うんー個性的な方々ですな素直に色物という表現をした方が良いのではないでしょうか旦那様し、しーおおあの輝きあの美貌はまさしくドゥルシネア様あっあだ 失礼しました。踏みやすい足だったもので。いえマリー様、この方はあなた様とはまったく何の関係もない騎士でございます。さあ帰りますよー。いやすべて挨拶終わった。引きずる力強っはあ。どうした、山長。あの赤い馬、馬おうおうじっと睨んだりして。い,いえ。 私のロシなんて要素が耳と尻尾だけにとどまって本当に良かったとありがたさをかみしめていただけです何かわからぬが良かったな山頂おお偉大なる冒険者シャルル・マーニュ様、配拝できて光栄の至りですむーキシけスプレーとかありませんかそうですか。 好きなもの、それはもちろん騎士堂でございます読書と執筆が趣味ですね旦那様の気候を題材にしたら、多分大ヒットですそれはやめてくれないか、山頂うん、嫌いなものですか私は特にありません聖杯、ああ、もちろん願いはありますとも デルシネア様の偉大さと高潔さ、そしてその美貌を世にあまねく知られますように。まあ旦那様、そう言われると照れますよ。嫌ですね、もう。ね。なんで照れてるの